ちは、キシジャガーです。2020年の3月13日金曜日14時13分です。こんにちは。これちょっと番外編です。10分ぐらいの動画になるかと思いますが、今現在地淡路島の洲本市、洲本の、国道28号線を徳島方面に向かって走っております。でもう一軒配達先三原にあるので、三原の方まで、配達先のちょっと手前ぐらいまで、ちょっと国道28号線どんな感じかなみたいなのをおまけで案外編としてお伝えいたします。はい、看板見えておりますので、国道28号です。道路はね、なんとなくどの辺走ってても同じような景色なんですが、まあ一般道はそこかしこで土地柄が出ますので、たまにはこんなのもいいかなと思ってお伝えしております。裏直送フグ料理ウニシャブとか書いてますよね。うまそうですよね。こういうのですよ。今洲本インターからね、4、5キロっていうぐらいの距離ですかね。大阪王将もございます。大阪でもないのに大阪王将で、ね、ローソンも大阪王将もどっちも駐車場ガラガラです。止めたい放題ね。駐車場の中入らなくても、あれ道路沿いに広いゾーン、あれトレーラーでも止めれそうでしたね今ね。今日は私ね、3時半ぐらいから、夜明け前3時半ぐらいから仕事してまして、まだ休憩、1秒も取っておりません。現在14時15分なんですが、まあまあ次の配達終わった後はね、別に30分でも1時間でも好きなように休憩取ったらいいんですけれども、とりあえず配達が終わるまでは休憩できないんですよね、ちょっと時間に追われますので。ちょっとしんどい目な感じですね。もう3回転目で次5件目なんですけどね、配達さんと。そんなにさせてくれなくていいけどね、もう。そんなエコキ使わんでもね。一応国道28号線、淡路島南北にこう走ってるんですけれども、速度50キロ、ただいまの気温14度、結構あったかいですよね。で道路の右に左に、まあ今の右手のやつはフルーツ玉ねぎと書いてございました。淡路島特産の玉ねぎ、至る所でお買い求めいただけるのかなという感じがしております。まあ私が淡路島いろんなところで買えるんですけど、おすすめしたいのはイングランドの丘やったかな、あそこの横にね、産直市場みたいなのがあるんですよ。かなり大規模です。あそこは品揃いいいし、かなり大規模です。物がめちゃくちゃ置いてあります。安かったと思います。なのでまあイングランドの丘行くのがいいかなと。この頃っていうちょっとテーマパークみたいな遊園地みたいなところもあるんですけれども、あそこにも産直市場あるんですけども、あそこはねちょっと規模がちっちゃくて、コンビニぐらいの敷地しかないんですよね。なので品揃えも限られてくるので、まあ淡路島観光でいろんなところぐるっと回るよっていうんであれば、イングランドの丘の横のやつ、あれ産直市場良かったんじゃないかなと思いますね。反射線になってるんですけども、こんな中途半端なやつ作ってくれなくていいけどね。反射線があるのになぜ道を譲らないんだみたいな、なんかギスギスするんですよね。
したら、すぐ頂上。はい、盆栽屋さんがございますね。盆栽屋さんか、これ植木屋さんか、こっちが盆栽屋さんか。まあね、あんなん買うて帰っても植えるところがないんで仕方がないんですが、ああいう植物、植木とか見るのまあまあ好きなんですよね。ちょっとじじくさい趣味なんですけど、見るのは好きなんでね、覗いてみたいなと思うんですけども、ホームセンター の、 園芸コーナーみたいなのと違いまして、盆栽屋さんっていうのはもうちょっと珍しい木を置いてたりとか、電気の入った太いやつを置いとったりするんで、まあ値段もね、何百万とする木もありますからね。まあ見るだけでも楽しいです。揚げたてカツ丼が490円、安いな。どこ寄りたいね。この右手に、お店はこちら淡路島ラーメン東大。淡路島ラーメン、そんなんあんの。徳島ラーメンというのは聞いたことありますけど、淡路島にもラーメン屋とかいる。ご当地ラーメン、はい、国道28号、福良まで9キロ、徳島まで44キロです。この辺はどの辺やろうね。この辺はどの辺、まあ、おかしなこと言ってますけれども。はい、また産直、玉ねぎ買えるとこありましたね。今のところちょっと規模ちっちゃかったような感じがします。小綺麗なんですけども。まあ、乗用車は止めれるけど、トラックは今のところ止めれないね。ちょっと見せます。花火には乗ってない神社が左手にあって、まだそれを越えてどんどん行きましょう。もう三原の近くか、これでもあと2キロぐらいで終わりますね。もう 2,3 分の話です。もしよかったらこういう高速道路ご紹介みたいな、そんなん言いながらたまにこんなんもやります。もしよかったらチャンネル登録お願いしますと言うておきます。もうちょっと霧のいいところでは終わるときは終わりますからね。右手に淡路島牧場っていうのがあるな。淡路島牛乳って白い紙パックのあれの工場やと思いますね。右手にあるやつね、多分淡路島牛乳って書いてるやつやったかな。なんか白いやつで青い文字のやつやったと思うんですけど、淡路島牧場看板がありますね、ここに。あ、やっぱりそうや。淡路島牛乳も美味しいですよね。まだ今の牧場行ったことないんですけど、行ってなんか飲ましてくれたりとか、チーズとか作ってたりとか、そんなことないんかな。六甲の牧場はなんかバターとかチーズとかなんか買えたり食べれたりするみたいですけど、淡路島もそんなやってないかな。ヨーグルトとかなんか淡路島の牛乳で作ったやつとか言って、ホテルに泊まった時にそんなん出てきて美味しかったんですけどね。まあまあそんな話はいいか。淡路島といえばホテルニュー淡路ですよね。その他にも大勢というか、たくさん淡路島はホテルも旅館も民宿もいっぱいあるんですけれども、キャンプ場もいっぱいありますよね。温泉もいっぱいあるし、海の幸も美味しいし、で淡路島の牛は田島牛って言って神戸ビーフとかと同じような系列の牛なんで、牛肉も美味しいし、お米も作ってますよね。まあ玉ねぎだけではございません。淡路島結構いいところでございます。
もしよかったらどうでしょう。そんなにお金かけずに大阪から来て楽しめるかなみたいな感じがするかと思います。はい、14時23分長いな。そろそろ終わるか。もうちょっと行って右曲がったら青壇三原インターがあります。帰りはそちらからお伝えします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ご案内します。およそ300メートル先、右方向です。はい、皆様こんにちは、岸ジャガです。2020年3月13日金曜日14時57分です。まもなく右方向です。この動画は、先ほどお伝えした洲本から三原までの番外編という形で国道28号一般道を走っております。それの続きをやろうかと思って今動画立ち上げました。新しいルートでご案内します。まもなく右方向です。新しいルートでご案内します。今から大阪に帰ります。まもなく右方向です。高速道路は、青壇三原から青壇三原インターチェンジから、帰りたいと思います。新しいルートでご案内します。こっちから帰らないんですよ。で、福良行った時に曲がるところから帰ろうかなと思ってるんですよ。およそ300メートル。いつも三原に荷下ろし来た時は、なんていうかな、もっと手前から曲がって帰るんですけど。まもなく右方向です。三原と福良でどれぐらいの距離があんのかなと思って試しにこっち来てるんですけれども、福良まで5キロと書いてますよね。5キロしかないんか。新しいルートでご案内します。じゃあ6キロか7キロ走ったら福良の道の駅あるな。お土産買いたいな。福良の道の駅はね、個人商店みたいな魚屋さんもあるし、で、お土産ショップもあるし、あと福良マルシェやったかな、イートインみたいなのもあるし、お土産も売ってるよみたいなところもあるんですよ。前に、三連トラフグって言って、淡路島で養殖して有名なトラフグがあるんですけれども、あれの手打ちを食べに1泊2日でロイヤルスイートっていうかな、スイートルームかな、一番いい部屋と泊めてもらって、こうコースで松茸とそのトラフグのやつをしたんですけれども、あれをしに来た時に、そうですね、その福良マルシェで買い物して帰ったんですけれども、まあ、結構当たりだったんですよ。あそこでしか買えないしね、通販もできるんかわからんけれども、ついでがあるんやったら寄りたいなみたいな感じで金がね狙っておるんですけれども、さすがに三原からな、福良に立ち寄って帰ったらどこ通って帰ってねって言われそうな気もするよねみたいなことで、あと 1.7 キロで右か、多分そこそうだね。福良かあっちの方でね、南淡路っぽいところで
終われるんやったら、帰りにちょっとあの海鮮丼食べたり、あの生しらす丼食べたり、あのウニ丼食べたりするんで、生ウニ丼か、まあ、そういうことはよくやるんですけれども、生ウニ丼もね、もともと2300円ぐらいやったやつが今1700円ぐらいまで値下がりしとったから、なんかあの値段下げましたみたいな感じでお得やったんですけど、まあ、気が済むまでウニ食べれるっていうのはいいですよ。北海道とか行ったらもっと もっとあのたっぷりいけるんかもしれないけれど、まあ、近場で行きますと淡路島、まあ、海鮮大変美味しいですよね。まあ、この島全体が観光の島みたいな感じやから、あのそこら中にお土産屋さんはあるんですが、ちょっとあの福良の方は結構お気に入りなので寄りたいんやけどな、遠いなやっぱな。ようやく知ってるとこまで来ました。およそ 700m 先右方向です。こんなとこにコスモスができている。どこにでもできるね、コスモスね、勢いあるね。はい、この先 600m ぐらいを右折するんですけれども、右折して県道31号かな、あれ曲がってずっと行きますと水田三原インターです。およそこの曲がり角のところに左手に薬局かなんかあったと思うんやけども、なくなってるよね。なんか新しいなんか レディーっていうのができてるまで、前もうちょっと違うかった。まもなく右方向です。薬局が潰れた跡地にまた薬局ができている。結構ブンブン来るね。そしてこの手前でスピード落とすのがやらしさですよね。もっと向こうの方からスピード上げんと、普通に来てくれたら曲がってたの先に。やらしいよね、運転は。いや、ダメでしょ。左手で売ってたような気がするな。玉ねぎはいらないんですよね。干物みたいなものと、あとおかず味噌みたいなのを買ったんですけど、あれうまかったな。普通のお味噌じゃなくていろいろ混ぜてあって、なんかあの野菜みたいなものすごい発酵した感じの、あの発酵食品的な味がするやつがあって、やたらうまかったなと思って、あれリピートで買いたいんやけど、あんまりやりすぎると時間的にはね、あと5分10分まっすぐ走ってればあの福良の道の駅到達できたんですけれども、時間的には5分10分で知れてるんですけど、寄り道としては目立つんですよね。三原に配達行っとって、何福良まで行っとんねみたいなことになるかと思うのでやめておきますけれども、そして今言ってたように左手に玉ねぎ売り場ありましたね。目立ったことをして目をつけられるとね、大阪市内の配達ばっかりやらされて、こう遠方に出してもらえなくなったりとかするの嫌なので、近いところをね、何件も件数ばっかり立ち壊されてとか、何回も行かされてとか、たまらんのですよね。近いところ走っとってもね、あの残業にならないのでお金にならないですし、でもう積んだと思ったらもうすぐ配達到着してしまって、すぐに下ろししないといけないみたいな、運転時間が短いとそれはそれでね、あの、まあ、若いうちはいいんやけど、もうさっきまで積んでたかと思ったらもう下ろさないかんのかみたいな、まあまあ体が疲れるんですよ。
っと金くれるんやったらね、多少疲れても文句言わんのですけどね。さてさて、ちょっと大して小綺麗とは言えない道路なんですけれども、これもうちょっと行くとあと3キロもあんのか。3キロ行って、あの右手に瀬名美原のインターが出てきます。それを3キロと言わず、もうちょっとあと2、3キロか4、5キロか行きますと海にぶち当たるんですよね。あの海いいですよ。海水浴場なんとかの松原、忘れた、なんか海水浴場もありますわ。でその真正面ぐらいに、あの小豆島が、あの天気が良かったらきっちり見えるんですよね。淡路島は何回も旅行来てるので、その小豆島が見えるところのホテルも、あの一番いい部屋に泊まったことがあります。客室にあの露天風呂ついてるんですけれども、あれ客室露天風呂っていうにしては広いですよ。多分ね 5,6 人でゆっくり入れるぐらいの広さがあって、大浴場とまでは言わんけれどもぐらいのサイズ感があるんですよね。お部屋4階やったかな、4階にあの1号室2号室みたいなのがあったかと思いますけど、その、 あの小豆島見える方のホテルに泊まった時は夏に来たんですよね。このハモを食べたかな。夏はね、淡路島来たらぜひハモを食べてください。ちょっとアナゴとかね、あのタコが時期がいつやっていうのはわからないんですけれども、年がら年中あるようなイメージなんですけれども、ハモは7月から10月って言ってたかな。早いところはね5月末ぐらいからあるんですけど、多分ねそれはあの大手のホテルとかそういうチェーン展開しててお金持ってるところが買い占めてしまうみたいなことで、の魚の卸問屋みたいな人が言うには6月でもちょっと早いなと。いやホテルで5月末に食べたよっていう話しても、いや一般に出回るの6月終わりぐらいからやわみたいな、7月だったら美味しいのが食べれるけれどみたいな、値段も安くて量も豊富にあってみたいな、まあ7月から10月かなみたいな話してましたけど、はい、ここを右に曲がるとイングランドの丘5キロとなっております。あそうか、こっちか。さっきのレディーって書いてる薬局はあれ元々あったやつでしょう。これや、この右手にあるカメラで今映ってないけど、これが薬局潰れたんや。ここにもあったんや。さっきの国道沿いのやつとここと私勘違いしてました。丸中のスーパー、これの向かいに薬局があって、前に見えてきましたね。あと 1.1 キロで入り口がございます。目の前上走ってるのが神戸淡路鳴門自動車道高速道路になります。何やろウェルシアか、何やろこの薬局、やっぱ潰れてました。帰りてきますという看板ね、あれ490円でカツ丼が食べれるみたいな、看板ばっかり見かけて店がどこにあるのかわからないですけどね。およそ700メートル先右方向有料道路入り口です。
ましてもう間もなくあと 400m くらいで青壇三原インター入り口となります。およそ 300m 先右方向有料道路入り口では帰りはまた高速道路動画作りますのでここで一旦切ります。ありがとうございました。